リメル、ちょっと話そう。どうしたんだ？珍しく元気がないな。うん。何か悩み事か？ちょっと違う。でも、ずっと胸に抱えてて。苦しい。話してもいいかな？ああ、俺でよければ。私ね、父さんや母さんにダメだって言われていたのに、隠れて魔法を使ったことがあるんだ。そうしたらアウメドラが来たの。ああ、私の世界を壊したアウメドラが許せなかった。でも一番許せなかったのは、約束を守れなかった自分。敵討ちを誓いながら、ずっとそのことが引っかかってた。私に、そんな資格あるのかって。リンウェルの家族を殺したのはアウメドラだ。そこは間違えちゃダメだ。私のせいで、父さんも母さんも死んだのに？こんなこと言っても慰めにもならないだろうが、親御さんは、全く予期してなかったわけじゃない気がするんだ。どういうこと？アウメドラのような奴がいる限り、いずれ見つかる危険はあったはずだ。その危険を高めてまでリンウェルに教えたのは、リンウェルにそれだけの才能があったから。そして、そこにかけようと思ったからじゃないだろうか。かけたって、何を？未来だ。リンウェル自身の。魔法が使えるようになれば危険も伴う。だが無力なまま隠れて暮らすのはもっと危険だ。だから自分たちの危険を承知で教えた。それは親御さんの愛だったんじゃないだろうか。愛？父さんと母さんの？すまない、想像でいい加減なことを。うん、私この力がなければって何度も思った。本当は今だって時々思うことがあるよ。でもみんなと旅をしている間に、この力でできることがあるって分かった。だから頑張るよ。この力があるのが自分なんだって認めて、仲間を守って、未来も守る。欲張りかな？いや、それくらいでこそリンウェルらしいさ。